アメリカ連邦捜査局 FBI が新たに機密解除した文書によると FBI がトランプ氏のいわゆるロシアゲートを調査するために使用した証拠は存在せず捏造や噂以外の何物でもないことが明らかになりましたトランプ大統領の要求により94ページに及ぶ文書が10月8日 FBI によって機密解除されましたこの文書は トランプ大統領のロシアゲート調査のために使用されたものです。FOX ニュースはこの文書を入手し確認を行いました。事情に詳しい情報筋によると今回機密解除された文書はトランプ氏がロシアと共謀していたとされる事案を告発したスティール文書の裏取りとして使用されていたとのことです。 この電子文書では、左の欄に、元イギリススパイのクリストファー・スティールが提示した情報、右の欄にその情報が実証されたかどうかや、分析された情報を示しています。例えば、スティールは、トランプ氏がモスクワのリッツ・カールトンの、プレジデンシャルスイートに宿泊したと告発しているが、機密文書は右欄に、トランプ氏が宿泊したことがあるかどうかは、確認できていない。さらに、リッツ・カールトンのウェブサイトには、 現在のところ、プレジデンシャルスイートという部屋はないと記載しています。スティールが提出した複数の告発項目の中には全て裏付けや分析がありませんでした。告発はスティール氏の重要な情報提供者によってなされたとの分析もあるといいます。 フォックスニュースは今年2016年のアメリカ選挙におけるロシアの干渉工作に関するスティールの報告の主な情報源はロシアの官僚ではなくスティールが雇用した契約社員でありロシア人ではなかったと報じましたこの人物は2017年1月と3月に FBI との会談した際スティール文書の情報は信頼できないと述べました別の情報筋は FBI は通常、スティールのような情報源を検証するための正式なプロセスを持っており、そのようなレビューを行うためには独立したチームが必要になると FOX ニュースに話しました。しかし、スティールが提供した情報はこの厳密な審査を受けていません。スティールはフュージョン GPS 社に代わってトランプ氏に関する書類を書き、編集しました。フュージョン GPS は 民主党全国委員会 DNC とヒラリー・クリントンから資金提供を受け、ライバル候補者の研究に取り組んでいます。ロシアゲートの調査文書の機密解除により、より多くの衝撃的な内容が明らかになりました。トランプ氏の支持者と同盟者は、これらの文書の意味が重大であり、少なくとも2016年のトランプ陣営に対する FBI の調査が根拠がなく、 違法であることを証明したと考えています。